はい、どうも秘密結社フェイガム総帥ハッチーでございます。今回はね、一口話のまあ結果報告みたいなところですね。レベランスが11着大敗ということで、まあね、前残りの競馬っていうのもきつかったっちゃきつかったですね。まあ上がり3ハロンの足っていうのはまあみんな変わらないというか、前も同じ足が使えちゃったっていう感じではありました。まあ上がり3ハロン最速が34秒8、レベランスが35秒1という感じではあったんで、まあもうちょっとねスムースに末足使えてたらもうちょっと良かったかなとは思うんですけれども、まあ仕方がないということにはなるとは思います。まあ、ちょっとね前残りの競馬が響いてしまったと。まあ、ただね、なんかまあそういう向かないところっていうのは、まあお姉さんもそうだったよなと。パドゥバルス、お姉さんね4戦2勝で引退してしまいましたけれども、お姉さんも新馬勝ちしたし、お姉さんもまあそこからのオープン挑戦でまあ負けたと。まあ、ハギステークスの場合メンツがあれだった分ね、4着に入って賞金稼いではくれたのがねレベランスですけど、まあそしてお姉さんも小倉での、まあ、3歳の、ね、復帰初戦を大きく負けて、まあ、その後の 3歳1勝クラス阪神で勝ったと。まあ、これを思い返してみれば、まあ、レベランスも次かなと、次末足を見せてくれるんじゃないかなという期待は、ね、まだあります。お姉さん同様に、まあ、次を期待していきたいということでね、もうお姉さんのそこの成績表ぐらいかな、今結果的にこう狙えるのは。まあ最後までちゃんと伸びていた、走っていたっていう点を考えると、まあね、今回の競馬っていうのはそこまで悪くはなかったと思います。まあ、あとは続戦含めどう判断するか、菅井先生がねどういうふうに見てくれるかというところだと思います。まあ、そんなわけでまた頑張ってもらいたいと思います。こんな感じで動画もやっていくんで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。